有田近域で出産できる場所を確保しようと、去年12月に有田市立病院に着任した産婦人科医が、自ら奨学金を出して助産師を育成するプロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトを企画したのは、去年12月から有田市立病院に勤務している産婦人科医の平野春人さんです。 昨年の12月から有田市立病院に勤務させていただきまして、分かったことが優秀なスタッフがおられるにもかかわらず、異世代の引き継ぎはうまくいってないということが分かりました。そのために私、魅力ながらではありますが、新しい目、新しい助産師、優秀な助産師を、まあ、育てる、育成させていただけたらありがたいなと思ってこの度のプロジェクトを考えました。 平野さんが企画する有田県域10年プロジェクトは助産学のコースを設置している国公立大学への入学を希望する有田県域1市3町に住む高校3年生以上を募集し平野さんが1人当たり4年間で合わせておよそ240万円の入学金と授業料を自費で出して援助するというものです。現在私は49歳なんでですけれども自分の中で 最大の力が続けられるのは60歳ぐらいだと思っておりますあと10年間有田県域の周産期医療に携わり守っていきたいと思っておりますその間はこのプロジェクトを10年間続けたいと思っております申請の書類は有田市立病院の総合案内や有田市役所、岩佐町役場、広川町役場、有田川町役場で受け取ることができます 今月三十一日まで申請を受け付け、候補者を七月七日に決定します。助産師は産婦人科にとっても、患者様にとっても、大切なパートナーであります。その助産師になるべく、大学に進学し。多分野を勉強し、専門を勉強し、得た知識を伴って。就職された地域の周産期を守っていただけたらなと思います。ぜひたくさんのご応募。 お待ちしております小学生は来年度再来年度の入学生が一人ずつそれ以降は二人とし10年間で合わせて18人を募集する予定です問い合わせは平日の正午から午後1時または午後4時から5時の間に有田市立病院の平野さん電話073782-2151となっています はい、この有田市立病院では常勤医の不在で令和元年12月以降、分娩を休止していたということですが平野さんを招いて立て直し先月4日には2年4か月ぶりに赤ちゃんが誕生しました。 島根県浜田市出身の平野さん。研修医だったおよそ20年前浜田市でも有田市のような分娩存続の危機がありこのとき1人の産婦人科医がやってきてお金も自分の自由時間もすべて費やし故郷の産婦人科医療を守ってくれた。 こうした経験から今後、お産存続の危機に立たされた市町村に遭遇した場合は今度は自分がその地域の周産期医療を守りたいと心に誓ったことが今回の取り組みの背景にはあると話していました。